映画ファンディング新しい未来をつかみ取れ。今んとこいくら使ったんですか、まあ、アプリも始めてでこの試作品とか作るのに今んとこいくら使ったんですか。今は今書いている100万いかない程度なんで。あ、そんな使ってないってことですか。はい、その通りですね。アプリと試作品作るのに100万以内はかなり優秀ですね。アプリもそういう業者に頼んでるのではなくてですね、あの Android ストアみたいな、アプリストアみたいなところで実際にこう私が使いたいようなアプリを制作しているエンジニアの方に直接連絡をさせていただいて、業務委託で1ヶ月ほどで作っていただく。あ、すごいですね。それ何、30万とかで作ってくれたんですか。そうです。でその持ち主は無料開放するか有料のやつにするかを選べるんですね。そのような形にしようとか考えております。それか、まあ、ユーザーがすごい使うようになればサブスクみたいなモデルもあるのかなというふうには考えているんですけれども。おもろいはおもろいですよね、全てが。このサービスですごい100人ぐらいにアンケートは取っております。このシェアリングサービスがあったら実際に使えますかっていうアンケートを取ると10代20代の方が非常に。あ、そうかもね。若者の方が欲してるのかもしれないね。30代以上はだいたい 40% ぐらいであれば、まあ、数百円であれば使うという回答。大学の中とかにあったらめちゃくちゃいいかもね。確かにカフェとかでもね、充電するとかもみんな埋まっちゃってて、ね、俺もどうしようって時あって、まあ、普通のテーブルで座って、あ、なんか開かないかなって見てる時あるから、確かに今これあったらって言われるからいいね。うん、確かにいいと思う。ちょっとこれ充電しといていいですか。スピードどんぐらいなのかなと思って充電される最後まで測るよ。今7割ぐらいなんで測るね。ああ、されてますね。今 64% です、はい、これ急速充電なんですか。一応 10W まではあの出るようになっております。一般的にケーブルで一番最速のやつは今 18W で充電できる形なので半分ぐらいのスピードで、あのこの携帯がどちらに対応してるかわからないんですけれども 10W に対応してなかったら 5W 出力になってしまうのでケーブルの4分の1のスピードになります。私の携帯は 5W 出力なので一晩寝ている間にまあ充電できますよぐらいですね。 1時間で 10数%ぐらい充電される意味。そんなんなんだ。いや、まず自分の携帯変えろや古いんじゃ、古いんじゃ携帯が。今年買ったんですけどちょっと安いのを返すすいませんいやだってこの問題って 2,3 年以内に解決される可能性があるじゃないですか。もう絶対に切れないバッテリーが生まれちゃうかもしれないですよね。要するに3日間持っちゃうかもしれない。いや、そうなんすか。いや、わかんないですよ。だってどんどん今って伸びてるわけだし、電池の劣化もだんだん多分改善されてると思うんですよ。そのどうなるか先の開発というのはなかなか読めないんですけど、私の感覚といたしましては、今後もっとバックグラウンドでずっと動き続けるゼンリーみたいなアプリとか若者が使ってるアプリどんどん増えていくと、アプリの消費量、電気の消費量はどんどん増えていくと思うので、どちらかというと電気がバッテリーが足りなくなっていく方向かなと思っております。で、モバイルバッテリー、まあ、もう今までは5000mAh だったのが今だと2万 mAh のやつを持ってるとかっていう方もたくさんいらっしゃると思います。でもやっぱさっきも言ったけど、タイプはいっぱいあった方がいいと思うんですよね。携帯だけじゃなくて、うん、電子タバコはマジで夜の世界ではすぐ充電器探す人がめちゃくちゃ多いんで、まあ、僕の周りですけど特にタイプ C がねないもんね。タイプ C めっちゃ大事だと思う。こっからイヤホンとかもこちらで充電はできます。あ、できるんだ。あ、地位に対応しているものであれば。ちなみにその電気のプロとしては、その、まあ、こういう解決策よりもその電池というかこの携帯に収容できる容量を大きくするっていう方法って、なんか東大院卒の頭でなんか思いつかないですか。いや、私もなかなか思いそこまで詳しいわけではない。専門とちょっと違うので。容量依存ってことなんですか。体積依存で電池の容量って決まっちゃうんですか。基本的に量を増やすとなるとそのようになっていくと思います。で、どん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 バッテリーも重く、あの容量を大きくすると重くなっていきますし。あ、質量に依存するってことなんですか。将来的にはバッテリーを欲する充電器の、あのものもたくさん社会に出ていきますし、もっともっと需要が出てくるとバッテリーも今はかなり安いですけれども高くなっていく可能性もあるのかなとは考えております。じゃあそのデータとかってね、今どんどんチップはちっちゃくなってるわけじゃないですか。その同じねマイクロ SD の中にもう256GB とか入れられるけど、電池っていうのはもう完全に大きくしないともう容量は増やせないっていう状態になってるんですね。今の技術で容量を大きくするには容量、あの大きくしていくしかないですけど、新しい技術とかあの材質が生まれてくる、開発されれば変わってくるかもしれないです。ただこのワイヤレス充電が埋め込まれたテーブルっていうものはいろんな家具が開発していくと思うんですけれども、それをシェアリングするっていうのはデジタルとアナログのなんていうんですかね、
混ざったフュージョンしたところというのか、そうするとその増えていくっていう前提があるんだったら片一方は無料のものが増えていくわけで、片一方は有料でアプリでシェアリングですって言ってもこの有料の方は劣勢になっちゃうんじゃないですか。私がもともとこのテーブルをシェアリングサービス考えた根本はやはりその駅前とかで回転率を上げないといけないようなあの店舗で充電器がないっていうのが一番の課題だというふうに考えていたんですけれども、そういうところに対してこういうテーブルが出たからじゃあそこに入るかっていうと今はないようなコンセントがないようなところには入っていかないのかなと考えております。なのでその充電器を貸し出すサービスをマネタイズしていくっていうところが一番の革新というかあの期待できるところだと考えております。ただこれでその1時間お客さんが充電をしたとして、そこから入るお金なんてお店からしたらたかが知れてると思うんで、それより結局回転率が高い方がいいから根本変わんないんじゃないですかね。そこの課題に対して解決なんないんじゃないかなって思うんですよね。回転率上げたいんだったら充電させない方がいいですよ。だって1時間充電してもらったらお店にいくら入るんですか。20円ですか30円ですか。あ、それぐらいで考えております。それだったらなんか早く帰ってほしい、次のお客さんの席開けた方がいいなってカフェとかからしたら思うんじゃないかなっていう。そうですね、今の既存のサービスとしてあのモバイルレンタルモバイルバッテリーと比較するとそれぐらいの価格感になるんですけれども、お店ごとにまあ価格を設定していくことになるかなというふうに考えております。1時間で200円欲しい喫茶店とかが200円というのであれば200円で喫茶店ごとに設定してもらうみたいな。ユーザー側からしたら充電する人からしたら場所によって一律じゃないんですか、充電量が。マップとかで見れるような形にしようかなと。例えば100円までやったらいいよっていう人であれば100円でスクリーニングかけてここにあるねみたいな。大変ですね、結構充電一つのね。充電器シェアリングサービスチャーブルの存在意義をめぐり議論は盛り上がりを見せる。この商品トラたちは一体どう評価する。いよいよ最終局面、オールオアナッシングの審判が下される。思いついたのはすごいですね。リライブシャツというシャツなんですが、いやー、よっぽど家で家向きになんかアマゾンとかで売った方がいいような気もする。あ、それだったらありかもしれないですね。特にお子様がいる家庭とかだったら、その今はね、そのネイティブで iPad をあの子供に見せてる家庭なんてすごい多いから、 iPad を子供のテーブルとかで内蔵しとけば、なんか子供がちょっとパタって寝てても勝手に充電されてるとかはめちゃくちゃいいかもしれないし、ターゲットがなんかなんだろうな、その駅前の喫茶店じゃない気もする感じはあるかもしれないそれこそ銀座のクラブ、焼肉屋、ステーキハウス、なんか分かんないけど、そういう方がもしかしたら向いてるのかなみたいなのは。まあ、それ私もそのお店の店舗の方にこういうの置いていただけませんかってお話しすると、やっぱり一番上のホールディングの方でやはりあのデザインとかも考えてるから店舗では決められないというのは当然ご指摘受けてまして、やはり内装業者とかもそれ専門にしているところにこの充電器をお願いするっていうところであれば可能性はあるのかなというのは一つ考えております。で、一方でとか個々にこの充電器とかシェアリングサービスを開発すると、やはり他のプロントとかいろんな喫茶店がある中でそこと一緒に協調してやっていけるかっていうのは難しいのかなと思っておりまして、そこをそのいろんな店舗がある中でそこを第三者としてサービスを展開するからこそ広がりがあるのかなというふうには考えております。大口のね、取引先が一発決まればいいんだろうけど、それだったら全然夢ありますよね。そこの営業力勝負みたいな、けどもうなんか営業できそうな髪型してる。いやでも本当に導入されたら他の喫茶店行くんじゃないですか。どこで使うかはやっぱり難しいですよね。回転を上げるんだとね、さっきお話した通りあんまりパーセンテージも上がらないでしょ。それだったら例えば自分であのバックルにね、例えばそういうの仕込んで 3% くらいとか 5% 予備単みたいにできればこの最悪のことも避けられるじゃないですか。そんなのあったら僕買うと思います。あの本当にゼロになってあの路頭に迷うことあるので、その時に 3% だけ入れてちょっとあのどっかに連絡を、緊急連絡とかね、うちに連絡をするとかだと多分やると思うんですよ。なんかせっかくあのこれだけあの技術いっぱい持っておられるので、ご自分のこの尖った技術ってもう少しあってニーズとピタッと合うとですね、もう少しすごいものできるんじゃないかなっていう気は僕はします。ちょっとこれではなくと違うかなっていう気がします。本当だったらさ、みんなさ、ポケットに入れるだけとかさ、カバンの中に入れてるだけで充電されたら最高なんだけどね。あすごい。だって歩いてる間にずっと充電されてりゃいいじゃん別にさ。
本当のエネルギーを考えたらそこだろ。ソーラーパネルとソーラーパネルと USB 付きのリュックサックとかはありますよね実際にね、うん、ただコードがちょっとめんどくさいけど、それやってポケモン GO やってました僕前に。いい大人がずっとこのいろんなところにあって携帯置いてる時に充電されていて常に 80% 以上の充電をキープできるとかっていう社会にできればですけど、本当夢の話ですけれども、その充電をするっていう発想自体がなくなっていくのかなと個人的には。今は充電するためにコードを挿すみたいなイメージですけど、もうずっと 80% 以上なので、でアンケートとかも取ってる中で1週間充電しなくていいあの携帯があったら嬉しいみたいなのもあったんですけれども、うん、本当に置いてる時に充電がされてて、寝る時は机の上に置いとけば充電されてて、常に 80% 以上みたいな社会になれば、実際に本当にそういう世界になっていくのではないかなと。素晴らしい。もうコンセントがなくなる時代みたいなね。そうです。あ、いいなそれ。会社とかのディスクいいかもしれないね。株式会社メルベユ代表杉本幸則、名古屋を拠点に光回線訪問販売会社を開業。業界未経験から組織管理術を武器に最上レベルの営業会社を作り上げ売却。負けない連続企業家元則社長臨戦。通信業界の異端児をうならせる驚異的ビジネスを求める。うちもそう、繋いでるやつがみんないてさ、コードがぐっちゃぐちゃになってるから、じゃあ一つ一つデスクにあったら、うん、結構まあ仕事中って使わないから、そういう意味では置いといて充電するっていうのはいいね。なんか他のことをしてる時に携帯って置くもんだから、他のことをしてる場所を見つけるべきだよね。パソコンをしている場所とか絶対置くじゃないですか、今も置いてるし。だからそういう場所にそこのチャンスがあるはずだよね。喫茶店ね、その駅前の喫茶店はまず一人で入るもんだと思うから、その僕はね、タクシーの中にあったらめちゃくちゃ使うと思う。結局タクシーなんかあのコードなんですけど、コードがね、まあ、やっぱベンツがでもつけるぐらいだから、もしかしたらそのうち普及されるのかもしれないけどね。え、そんなバカな。ドキ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 してるでしょ。いや変わってない。そんなバカなって感じなんですけど。何パーセントから何パーセントですか。65% しか買ってないですよ。なんだこれ。何パーから何パーですか。試作品だからかな。いや64から65でした。放送事故です。1時間で10数%だとそれぐらいにはなります。なので寝る時とかに6時間ぐらい寝るとマックスまで行く。だとすると全然充電できないじゃん。なので最初この形にしたのも、喫茶店のカフェテーブルみたいなのも作ってはいたんですけれども、やはり充電速度がかなり遅いので、ベッドサイドとかに置いていただくようなイメージでこのベッドを今は作っております。きついな。寝る前にいじってて、まあ、僕なんかこう寝落ちしちゃう時あるじゃないですか。もう数センチずれただけでもう翌日何も入ってない状況になっちゃう可能性もあるよね。じゃあ早起きでね、ちょっと 3,4 時間だわ今日寝る時間っていう時は充電されないってことですよね。そうですね、マックスまで。じゃあコードさしちゃいますよね、さすがに、ねうん、確実性を取っちゃう。どう考えても今聞いてるとコードさしちゃうな。間違いないです、まあ、だってね、ご飯食べてても1時間2時間じゃないですか、うん、その間にゼロに近かったものが100にいってほしいですよね。そうですね、もうマックスになってるのが当たり前ですからね今の時代は。そう、僕もデスク、パソコンデスクでだけ家と会社でワイヤレス充電器使ってたんですけど、結局充電するの遅いっていうのもあってコードになっちゃったんですよね。戻っちゃったんですよ。ちょっとコード散らかるけど。そうですね、バッテリーをですけど容量大きく、技術革新が進んでいくスピードとワイヤレス充電器とかのスピードが上がっ、あの技術革新で急速充電が普及、技術できるの比較しますと、ワイヤレス充電器の性能が上がっていく方が、まあ、角度は高いかなと。それだったらだってこれ全部株式会社ハッピー商店社長斉藤智春、マジック・ザ・ギャザリング、ポケモンカードゲーム専門店ハレルヤ創業、年商は60億円超え。伝説のプロカードゲーマー、 YouTuber トモハッピーが語る理念は、商売をとことん楽しむ。ホビー界のエヴァンジェリストは、相手のライフを癒すのか、あるいは強烈な一撃を叩き込むのか。それだったらだってこれ全部その現代クオリティのワイヤレス充電器をいっぱい普及しちゃったら、それがそのなんていうんですか、性能が上がった後に全部交換していくんですか、その時は。そうです、充電器はこうだけで交換できるようにはなって、あパカって外れてみたいな、まあ、埋め込みやすい形にするとそういう形。どうにもやっぱり家具が邪魔じゃないっす。株式会社モノリスジャパン代表岩井義明、令和の虎チャンネル主催として日本屈指のビジネス系 YouTube チャンネルを育て上げる。志願者の思いや人柄にベットするそのスタイルは、まさに永遠の応援団長。志願者や虎、時に視聴者にまでも縦横無尽に放たれる魂の一喝に、今宵誰が打ち抜かれるのか。それ言ったらもう元も子もないですけど。家具邪魔って。あの
こういうものにコードつないでて、それをお店がポーンと机の上に置いておけるようにする方が広がりは絶対ありますよね。最初からこれやろうと思ったらどの店もやっぱり嫌がりませんかね。なんか裏両面テープでどっかつけれるにしとけばいいだけですもんね、別にね。もうやっぱ佐々木社長なんで、あのモバイルバッテリー付きのベルトのバックルやりましょう。USB させるやつ。それ一番、それが一番良さそうじゃないですか。イライブベルト。仮面ライダーのベルトみたいな。そう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 。一番。今考えたけど身につけるものでねっていうのそれぐらいしかないですもんね。シェアリングサービスの、まあ、一番最初の足がかりとしてこの充電器とかやっていきたいというふうに考えてまして、今は傘のシェアリングサービスとかいろんなシェアリングサービスどんどん出ていきますけれども、充電器がうまくいけばその全てのデバイスに ID を振ってシェアリングサービスしていくっていうビジネスモデル自体はいろんなところに普及できて、あのこういう充電器とかもいろんなところで売られてて、断線したら作り直すとか、家で捨てられてる携帯買うたんびに新しいのが来るけど使わずに捨ててるような充電器もたくさんあって、無駄なゴミをシェアリングすることで減らしていくことはできるのかなというふうに考えております。では安間さん、最後にもう一言お願いします。ラストステートメントです。本日はありがとうございました。本当になんか未来のお話をすることが多くてですね、取り留めのないところも多かったんですけれども、お話聞いていただいてアドバイスいただきましてありがとうございました。本当に怖いです。あのここに出るのも怖かったですし、事業実際クラウドファンディングやっていくというのも非常に怖いんですけれども、本当にそれ以上にこんな世界ができたらワクワクするなと楽しみにしているところですので、どうぞよろしくお願いいたします。それではファイナルジャッジメントタイムです。では最終決戦に入ってまいります。細井先生お願いします。はい、まあ50万ぐらいですかね。まあもう典型的なこう、まあ優等生サラリーマン思考かな。ちょっと、まあ、まず充電速度が遅い時点で話にならん。もう何の形であろうが充電速度が遅いっていうのは人の時間を奪ってることになるから、それは利便性の上で便利になってるって言えないと思うんですよね。だからそれだったら充電器持ち歩いた方がいいじゃないですかっていう話になっちゃうので、そこがまだブラッシュアップできてない時点でちょっとさすがにクラファンのお客さんに対してもちょっと売りにくいのかな、ってか売った後に評判がちょっと星が1個なんじゃないのって思っちゃいました。まあけど学歴に50万円出します。はい、では佐々木社長。はい、今回は残念ながらナッシングです。ビジネスっていうのは誰かを喜ばせるものだと思うんです。今回残念なんだけど、これを売った時に誰が喜ぶのかなっていうのが私には見えませんでした。でこれがねちゃんとできるビジネスが作れたら多分うまくいくと思います。安場さんのこのなんていうかな、能力とそれから将来を見る力って僕はすごいなと思ってるので、今回は僕は残念でしたけども、これからのまた別ななんて言うでしょうね、ビジネスモデルでのチャレンジを僕は期待しています。申し訳ございませんがよろしくお願いします。頑張ってください。すいません、ナッシングです。ですね、まあ、最終決断する前にちょっとちらっとなんかいやもっと便利なサービスあるんだろうなと思って調べたんですけど、東大がなんとですね部屋に入るだけで充電できるサービスを開始しようとしているみたいな、開発したみたいなとか、あとドコモが Y チャージっていうその部屋に入るだけで中長距離のその充電できるようにを開発してるとか、なんかやっぱ世の中やっぱそれなりにこのことについては考えてるんだろうなっていうのもなんかあるし、発想自体は素晴らしいと思うんですけど、やっぱ置くだけとかが難しかったりすると思うんで、ちょっともうちょっと工夫が必要なのかなと思いました。とはいえなんかすごい僕たちの話をめちゃくちゃ素直に聞き入れてたところは、姿勢は素晴らしかったと思います。引き続き頑張ってください。じゃあ、はい、元則社長。はい。僕は、まあ、ナッシングということで、まあ、実は僕は、他に、バッテリーの会社に出資してまして、で、それが今、ドローンの用のバッテリーなんですけど、もうめちゃめちゃリチウムでちっちゃくて、なんかこう、あるんですよね。で、今それは開発されて、結構もう実用段階にあるんで、やっぱり、細井さん言われたように、バッテリーってめちゃめちゃ小さくなってくるの見えてるんで、じゃあこれが本当に必要になってくるのかなって、今は必要だけど、2年後、3年後ってなった時には必要ないと思いますんで、今回は残念ながらというか、ナッシングということで。安場さんの希望金額320万なんですけれども、今のところ、細井先生から、
50万円出ております。トマピ最後お願いします。はい、ナッシングです。すいません。やっぱりあのワイヤレス充電自体が、まあ、いまいち流行ってない中で応用系のサービスっていうことでちょっと広がりづらいのかなって、やっぱり早く充電したいとか皆さんおっしゃること分かりますし、これだったらワイヤレス充電の方が欲しいかなってこう購入するお客さんも思う人もいそうなんで、ちょっと今回ナッシングにさせていただきます。でもクラウドファンディングで欲しい人結構いるような気もするなとも思ったんで、ぜひ頑張ってください。ということで、細井先生から50万円出ましたけれども、他の方は全員がナッシングでした。残念ながら希望金額に到達できませんでしたので今回はナッシングです。はい、お疲れ様でした。ナッシングになってしまったので僕からも最後一言なんですけど、安間さんなんかアイデア変えたら絶対うまくいくような気がするんで、ちょっとこのままではみんながどうしても納得できないな。はい、もうちょっとなんかひとひねりしてぜひね、また提案に来てください。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。充電器シェアリングサービスの提案、虎たちへ食らいつくも残念ながら結果はナッシングで終幕。誠心誠意丁寧な受け答えで向き合い続けたタイガーファンディング、惜しくも完全オールまでは届かず、男はここから再スタートを切る。その背中を見送り虎たちは次なる志願者を待つ。学歴、年齢、経歴一切不問を掲げて18年間ずっと指導をしてきました。アップデートしたいっていう根底って何があるんですかね。ここを指導されてるようじゃまず話にならないと思うんですけど。仲間とつながれる、虎とつながれる、もちろん主催ともつながれる。令和の空ファンクラブ入会はこちらから。